恋をした月曜日と火曜日はふわりと浮いていた高速道路北東へアクセル全開街は浴びた今日は水曜日羽を広げ君を思うとき真っ白な鳥になる I went for your Wednesday I went for your Wednesday、oh.もしも今日会えたら木曜日と金曜日は東京の空へ高速道路北東へアクセル全開いつしかなオールドストリートへ迎えに皆さんこんばんは。毎週土曜日のお楽しみマイホーミーライブ159回目、11月26日も一緒に楽しい1時間ほどのね、時を過ごしていきましょう。ではまず1曲、僕は10代の頃に作詞作曲をしました、君の左手。君を傷つけてばかりいたこと、フローリングの廊下を駆け回る今がある、何もかもが違う景色の中で、あの頃を思う。手を握ることで心にもぬくもりを感じていた。君の左手が僕くれた君にきっと嘘はなかったね、きっと嘘はなかったね。ごくわずかだったけれど、その時のために僕は呼吸をしていた気がする。二人の距離はいつも微妙すぎて
まく分かり合えずにいたね。君の左手を僕は探していた。あの恋に意味がなかったなんて、決してそんなことは君が消えないように、やけに大きな月をずっと見上げながら歩いた。言葉は別にいらなかった、あの日の二人に。たとえ遠く離れて君に、きっと嘘はなかったね、きっと嘘はなかったね、きっと素敵だったに違いない。君に恋をしていた頃、ありがとうございます。1曲目は、ね、10代の頃に作りました君の左手、ね、聞いていただきました、ね。まあ、僕もそうですけど、皆さんにも当然10代があったわけで、10代を経験した人にはきっと共感していただける曲なんじゃないかなと、そう思います。先日ね、11月20日の日にプレミアライブ配信、ね、行いまして、日曜日ね、90分ほどで12曲ほど歌ったんですけども、その時はもう10代の曲縛りということで、10代の頃に作った曲だけを歌ったんですが、これね、なかなかこう企画としてバシンと良かったなと自画自賛をしております。なんですかね、全体を通してこう自分のこう向いてる方向がもう一点なわけです。もう集中力がすごい高まってね、もうあの日の映像を、ね、もう DVD 化して販売したいぐらいの勢いでございます。まあ、プレミア配信は、終演後も3週間かな、無料で、あ、無料じゃない、ごめんなさい、無料じゃないんです。1000おみえんなんですけどもね、視聴できます。はい、アーカイブはね、ぜひご興味ある方は、これ本当にいい、ライブだったと思いますので、ぜひプレミア配信の方を見てください。12月18日にも今年最後のプレミア配信やりますので、よろしければお付き合いください。ということで、コメントの方いただきます。ありがとうございます。はい、あ、ミラーチエコさん、今日も一番乗りありがとうございます。こんばんは。はい、あ、小山和子さんもこんばんは。今日は予定通り参加できました、ありがとうございます。はい、ひろたくんこんばんは。はい、あ、大川幸子さんもこんばんは。はい、小手川達也さんこんばんは。はい、きょんさんもこんばんは。はい、渡辺智美さんもこんばんは。はい、
ミラー千代さんね、職場からゆっくり見て、あ、職場から見てるんですね。先週も19時から24時の勤務とおっしゃってまして、そう、出勤の時間をちょっと気にしてたんですよ。で、職場とね、ご自宅の距離がいかほどかね、存じ上げないので、あれですが、まあ、きっとバイクでね、ウィーンと行ったとしても、まあ、15分ぐらいね、普通職場さかかるかなと思って、そうすると45分までしか見れないかなとか、あ、でも5分前ぐらいはずが入らないとまずいかなとか、まあ、いろいろ考えてたわけですが、なるほど。もう職場から見てる選択しなかったですね。じゃあもう、ギリギリまでお楽しみください。はい、ありがとうございます。あ、土田よしこさんもこんばんは。あ、君の左手歌詞ありがとうございます。はい、あ、浜本さんもこんばんは。あ、好きな曲。君の左手推しのキョンさんでございます。あ、中原明子さんもこんばんは。はい、パチ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 。あ、斉藤敏子さんもこんばんは、ありがとうございます。菅田子さんもありがとうございます。今夜も楽しみです。はい、はい、パチパチ。あ、今井博さんこんばんは、鶴岡からありがとうございます。服が先週は赤で今日は青ですね。あ、いいとこに気づいていただきました。そうそうそう、これは説明しなきゃいけないんです。これね、グッデイ T シャツ、先週グッデイ T シャツの赤を着たんですけども、で、僕ピンクとかネイビーはよくライブ配信に来てるんですが、これ幻のね、ブルーなんですよ。これは14年前になりますかね、東北限定カラーということで、もう数十枚だけ作った中の1枚でして、それこそ鶴岡の S モールでライブやった時にこれを着てみんなで写真撮ったのはすごく覚えてます。はい、東北カラー。その後ね、もう作らなくなったんですけども、これ東北の方々に何色がいいか、そしてどんな文字色もね、アンケートを取りましてね、作った色なんですよ。はい、今日は久々掘り出してきました。そしてせっかくブルーなんでね、パンツもこれね、あ、黒っぽく見えるかな、ネイビーなんですね。さらにちょっとブルーで、もう今日は全身青系で攻めております。はい、はい、今更ですがズレなし、よかった。はい、あ、今日昼ラーメンを食べてたら隣に座った人が23日にライブ中継の松尾さんの YouTube、 本当ですかそれ、本当ですか、大分ですよね。嬉しいですけど、嬉しいですけど、隣に座った人、お知り合いじゃなくてたまたま座った人ですか。よほど近いところにコアな人がお住まいですね。はい嬉しいです、ありがとうございます。はい、あ、聞いていますがコメントはしばらくできません。いろいろ諸事情があるんでしょうね。鈴鹿さん、ありがとうございます。はい、文字と絵がピンク似合ってます。あ、ありがとうございます。それでは次は、もう10代ではなくなった僕が作ったね、最近の曲です。はいでも、もう今の自分の気持ちがね、一番この曲に表れてるんじゃないかなと思いますね。やっぱり人は年を重ねるもんだなと思います。笑い話聞いてください。昔昔あるところに一番大切なものは家族ですと真顔で言う。出世できない男がいました。経済至上主義の世の中で一番大切なものはお金じゃないですよと言い張る愚かな笑い話、そう笑い話、そう笑い話、そういつ
さ。
今週の同紹介でございますけども、まあ、やっぱり予想通りでした。10分じゃ絶対に収まらないなと思っていたんですけども、先週にね、引き続き、講演家、そして漫才師、そしてオフィス星野、東音高知校代表でございます。中山雅智さん、出ていただきまーす。こんばんは。はい、皆さんどうもこんばんは。2週続きまして申し訳ございません。オフィス星野所属漫才師の中山雅智でございます。こんばんは。さすがもう声の張りが違いますね。あ、もうビンビン届いてますか？ビンビン届いてます。ありがとうございます。よかったよかった。中山さん、はい、すいません、なんか急遽2週連続ということで。いえ、ね、15年ぶりかと思いきや、実は10年ぶりだったというちょっと失礼をしてしまいましたけども。いえ、もうこちらもすいません、なんかトラップを仕掛けてしまいまして。それでも10年ぶりですからね、もう積もる話がありますし、まあ、先週おっしゃっていらっしゃったように、業者さんだと最初思ってたわけですよね。漫才師というよりも出会い方が。そう、お付き合いですからね。はい、なので、本当に中山さんのことほぼ、知らないわけですよ、失礼ながらですね。もっと知りたいんです、中山さんのことは。そうです、僕が漫才やってるとこって見たことないんです、ね、見たいんです、はい、業者の姿だけですもんね。業者の姿ですごく真面目なキリッとした。ああ、そうです、ね、まあ、やっぱりね、あの業者がわちゃわちゃしてたら、わちゃわちゃしてたらね、どうもーとか言ってたらちょっとあれですもんね。いわゆる扱われるタレントさんも嫌でしょ。確かに、あの本人より目立ってる業者さんからかぶって一応やってるんですけど、いや、なんか僕もその株式会社コーラシア音楽工房という、まあ、自分の事務所を作ってるので、ある時は代表の顔、まあ、経営者の顔だったり、ある時はミュージシャンで、こうある種こうマルチタスクなわけですよ。2つのこう、うん、脳を使うわけですけど、その辺の使い分けみたいなものってどうされてるのかなと思いまして。いや、僕の場合はもう、はい、そのどうされてるというのはないんですけど、はい、あの松尾さんどうですか、その、はい、演者の自分と、はい、志音楽高校の代表の自分と、はい、どちらが楽しいですか？あのですね、もちろん演者が楽しいんですけど。でしょう、はい、ね、ただ僕はもう経営、最初の作った頃っていうのは一応その会社の代表ですみたいなこともこう見られてるかなと思ったので、変にネクタイしてみたりとかしてたんですけど、いや、うん、違うなと。僕のこの特徴っていうのはミュージシャンがやってるから、そのもうミュージシャンらしく自分らしくそのままでいこうっていうのが途中で気づいたことなんですが、うん、はい、ただその僕の場合自分のマネジメントなのであるけど、中山さんの場合はこう、例えば僕とか、あと僕のね、同級生、千葉大の同級生城直樹とかもね、いろいろこう、はいはい、派遣してくださったりしましたけど、そうするとやっぱりこう責任みたいなこう部分があるわけじゃないですか。確かに、もちろんもちろん、はいはい、なのでやっぱこう気持ちよくね、はい、仕事を終えていただきたいっていうのがあって、はい、でたくさんのお客さんにも集まっていただきたいっていうね、うんうんうん、でだからもう、うん、そちらの方に頭がスイッチがもう傾くと、はい、やっぱりもう自分がバチャバチャしても場合じゃないなと、うんうんうん、なってくるんですね、うんうん、はい、ただ、さっき楽しい、どっちが楽しいですかって聞いたじゃないですか、はい、当然僕も自分の演者してる時の方がもう楽しいわけですよね。なるほど。楽しい。けど、はい、事務所の代表やってる時は面白いんです。うんうんうん、面白いんです、ね、僕は楽しい。こっちは面白いんです、うん、あ、なるほど。楽しいと面白い。はい、はい、うん、で面白いんですけど、はい、やっぱり先週でしたっけね、言いました、業者は業者なりのね、これ日本特有なんですかね、すごいルールが、はい、縛りみたいなもんが結構あるわけなんですよ。飛び越したいけないみたいな感じの、と言いますか、その、はい、例えばその、お客さんがいて、はい、で、松尾さんのようなこの演者さんがいて、はい、で我々の間に入るんですけども、はい、我々が一社だけでない場合もあるわけですよね。うん、間に何社もこう、はい、孫受け孫受けみたいなこうね、はい、なる場合もあったりなんかして、そうなるとね、この、あそこの、顔を立てなければいけないとかね、うん、あそこは古い会社やから、うん、へそ曲げ出してしまうと、後がめんどくさいとかね。はい、なるほど。まあ正直、生々しい話ですけど、まあ正直もうそんな、こう、気も結構使わないといけないわけですよ。うん、はい。それと、まあ、正当なその、ね、競争でもその、こう入札とかあるじゃないですか、はい、ね、まあ、そうなってくるともう本当に生々しい話ですけども、はい、どちらが安いんやとかね、うんうん、まあ、そんな話にもなって、うんうん、まあまあ、もう頭痛いわけですよね。そうなってくるとね、まあ、でもそういったところも、はい、乗り越えて、はい、まあ皆さんにこう来ていただいたりは、業者としてはね、してるんですけれども、
でも、自分がね、演者をやってて思うのが、はい、まあ、演者って何が楽で楽しいかって言ったら、はい、もう要は、メーカーみたいなもんでしょ。まあ、私や、まあ、松戸さんが欲しいと思うお客さんがいたら、はい、どの業者を伝ってこようが、最終的には僕らが売れていくという。そういうところが、面白くもあるし、はい、逆にこう中間業者やってたからこそ、はい、感じる快感でもありますよね。なるほど、はい、どこからはお仕事が来ても自分やと、うんうん、自分やと、うん、そうですよね、自分ですよ ね。なるほどな。いや、ぜひ漫才をしてる中山さんを見てみたいです。多分こうバーッと殻を破る感じですかね。ええー、もうまあまあ大体こんな感じで、まあまあ一人で漫談、一人のおしゃべりが多いんですけども、はい、まあ、結構ね、今度も、一般の方に見ていただけるのがね、これ、まあ、ちょっと四国の方限定になるから、はい、これどうなんかな、いけるのかな。12月の4日、はい、4日、高知県宿毛市。お、宿毛。はい、人権講演会、これ午前中です。同じように講演会をやって、その後、漫談をやらせていただきますんで、はい、がっつりと見ていただけますね。お近くの方、ぜひ足をお運びいただければと。思います。来年1月14日、はい、土曜日、埼玉県、そちらの方面行きます、はい、鶴ヶ島市人権講演会。はい、これが多分見てご覧の皆さんは行きやすいのかな、うんうん、来ていただきやすいかなかもしれないです、まあ、いろんな、ね、地域の方がいらっしゃるんですが、はい、はい、詳しくはまた、はい、SNS を私の方見ていただいたら、ね、詳しく載っけてますから、はい、お願いいたします。でも不思議なもんで、ね、4月、今年の4月超えたあたりから依頼の電話がこう入ってくるようになって、やっぱ年度またぐとこう変わるんだなっていうのはちょっと実感したんですが。ああ、それもあるかもしれません ね。やっぱり年度変わると、その主催者側はまた新たに準備を始めなければとかね。はい、そうですよね。考え出しますから。そうするとですよ、はい、このもう11月、12月の段階で、この年度、1月、2月、3月の案件っていうのはもうほぼないんですかね。新規案件みたいな。新規、だからずっと、この秋からずっとね、はい、お問い合わせずっと続いてたんです。あ、ほうほうほう。続いてたんですけども、はい、ほんのこの間から第8波がどうのこうのと、はい、どうのこうのと、マスコミが言い出したでしょ。はい。ああ、これ嫌な感じがするなと思ってたら、うん、今止まってますね。止まってるんですね。ね、まあけど、早くもう普通にやらせてほしいなってやっぱ思うんですね。まあ僕らは切に願いますね。これ本当生々しくないですか、この話。いいですか。大丈夫ですか。思ったより生々しい回になってますね。そうでしょう。いやでも大事だと思う。いいかな、喋りながらいいんかなと思って。こういう本音もね、まだこうちょっと知ってほしい部分あるじゃないですか。まあ、もう3年ですよ僕ら。こういう業界の人間はね、はい、もう切にそこを願ってますよっていうことですね。やっぱり生きていかなきゃいけないわけですし、誰かが、まあまあまあ、面倒見てくるわけでもないので、まあもちろんね、主張ばかりじゃダメですけども、とはいえ、まあ、自分たちでね、切り開いていかなきゃいけないなというところで、子供たちのマスクを早く外してあげたいと思ってるんです。なるほど。成長期にね、ずっと四六時中マスクしてると、うんうん、肺活量も発達していかないし、はい、ね、いろいろあるじゃないですか。そうですね。学校行事もね、楽しいことがたくさんあるじゃないですか、振り返ると。でもそれが全然体験できなかったりして、はいはい、ね、やっぱかわいそうだなと思いますし。だって、子供のね、1年って長いですよ。長いですよ。で、俺もうこの年になったら3年って、ああ、まあ、ちょっと長かったね、で済むんやけど。本当です。はい。子供の頃思い返したら、もう1年長かったじゃないですか、すごく。いろんな思い出がね。ね。ありますよね。だって、夏休みまだまだ来えへんな、とか、もうそんな感じだったでしょ。うん、うん、そうですね。それが子供にとって3年続くんですよ。これは長いですよ。中高終わりますからね、中学高校。そう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 。中学生なんかもうね、はい、そのもう卒業ですから。ですね。いや、ありがとうございます。あっという間にお時間が来てしまいましたが、でもすいません、喋りすぎですね。いえいえ、すごくお話聞きながら元気が湧いてまいりました。はい、この新年度に向けて、やっぱりね、動き出せるんだったら新しい取り組みをどんどんしていきたいなと。思いますので、その時はぜひ、コーチに一回伺って、またなんか一緒にできることがないかっていうのを、ミーティングさせてください、ぜひ。あ、ぜひぜひ、こちらこそ、ジャンルは違いますけどね、なんか、はい、コラボできたら面白いなと思ってますんで。はい、きっといろんなことできると思いますので、はい。はい、
ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すみません、お忙しいところありがとうございました。あ、どうも、こちらこそありがとうございました。はい、皆さんどっかでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。以上、どうし紹介でした。同志紹介は中山雅智さんでした。いや、職業はね違えど、でも非常にこうスタンスとして近いものがあって、ね、この2週間にわたり気づきの連続だったんですが、特に印象深かったのが、人前でねパフォーマンスするときは楽しいんだと、で裏方的な仕事するときは面白いとおっしゃってたことですね。その時インタビューしたときね、まあ、収録なわけですけど、はっと気づかなかったんですが、今改めて見てみると、その楽しいと面白いの違いってなんだろうなと、まあ、考えさせられたわけです。で、まあ、あれこれ考えていくと、楽しいっていうのはね、もう心を解放してわーってハッピーみたいな、そういうことだなと。で、面白いっていうのは気づきがあったり、こう学びがあることなんじゃないかなと、ね、得るものがあって、だからこそ子供の遊びとかそういうのは楽しいわけですよね。で、まあ、大人がこう新しいことを挑戦するってことは、まあ、もちろん楽しいでしょうけど、それをさらに面白さっていうのが上回るのかななんてことを、まあ、日本語の、ね、あれですけど考えさせられました。で、かの高杉晋作さんもね、面白き子供なきを面白くと、ね、名言残してますけど、ちょっとこれから僕はね面白いをいっぱい探していきたいなと、そんな気持ちでございます。ではコメントの方いただきます。はい、あ、静香さん歌詞ありがとうございます。笑い話好きな歌の一つです。ありがとうございます。はい、今車中で音を小さくしてますが、笑い話の CD 流れてますあ、なるほど、スマホで配信聞きながらちっちゃく笑い話がこう BGM の方になってるんですね。はい、 S モール来たの初めて知った。はい、2008年のあれ11月3日とかだった気がしますね。11月だったんですよ。あ、もうちょっと後か、いや11月3日な気がするな。はい、その後さらに北の方に行って、でまた戻ってきて、11月のね15とか16ぐらいの時に、初めてその年初めて雪が降ったんですね。で月山を越えたんですけど、月山っていうのは山形県 の庄内平野の方から内部の方にこうそびえ立ってる山なんですかね、合算越えっていうのをするんですよ。あの箱根の山越え的な感じですね。はい、時にもう間一髪、ノーマルタイヤなんでね、間一髪で逃げ切ったことをすごく覚えてます。あれ以来 S モールには歌いには行ってません。またね、鶴岡の行きたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、パチ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 。はい、中山雅智さんこんばんは。はい、歯切れがいいですね。いや本当ですね、やっぱ漫才師の喋り方違いますね。はい、中山さんもコメントありがとうございます。よろしくお願いします。歯切れがいいサンキューでございます。はい、ありがとうございました。あ、谷さんもこんばんは、柏崎からありがとうございます。はい、楽しい面白い勉強になりましたね。僕も本当に勉強になりました。面白きこともなきを面白くということで、いきましょう。まさにそんな思いの歌ですね。坂本龍馬さんがこの世界に来てたらこんな歌を作ったに違いない、暁2020。
描け未来。ほら水平線の向こう、今は今は暁に差し込む光、希望の風が吹く日本の夜明けは近い。不自由さの中に見つかるものがある。心の中だけは誰だって自由。ではではコメントの方再びいただきましょう。はい、もう少しで SA、 あ、高速道路を運転中ですか。 BGM は暁でございましたね。はい、キャンサーパチパチ、あ、元気をもらいます、ありがとうございます。はい、暁2000、いい歌ですね、元気が出ます。龍馬さんも喜んでいますよ。あ、天国から僕の144歳年上の龍馬さんも喜んでいらっしゃいますでしょうか。ね、同じ羊年なんです。12週回った羊年なんでね、これはもうちょっと運命的としか言いようがないですね。 12×12 の羊年です。もうドンピシャドンピシャですよね。でちなみに勝海舟先生はその12個上なので、僕の13回り上ということで、はい、みんな羊年です。はい、はい、暁を聞くといつも元気になります、大好きです。あ、いいですね、元気いっぱいの曲なんですねこの曲はね。はい、パチ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 、最高。あ、読めた、すぐ読めた、ありがとうございます、最高ですね、ありがとうございます。3150いただきました。はい、暁ハマります。あ、パチパチありがとう。いやいやいや、暁ね出していただきましたけど、今日が11月26日、いよいよ来週に迫りました。12月3日ね、12月お3日はね、予定通りマイホームラビ160回目を行いますけど、その翌日千葉県教育会館で笑って学んで歌声ハッピーアワーというね、企画イベント、僕が企画しましたイベントを行います、ね、リアルでぜひお会いできたらなと思います。
友近やっくん、書道家シンガーの友近やっくん、そして、ウクレレ奏者の中村メイパラミワさん、さらに笑いヨガのね、高田よしこさん呼んで、楽しい2時間ほどのイベントとなりますので、ぜひぜひ足をお運びください。そしてですね、これ、今初公開です。ね、今日 SNS とかで後から書こうと思ってますけども、12月にね、船橋3公演が決まりました。はい、僕の主催ではないです。これは、他社が主催なんですけど、浜津美穂さんっていうね、船橋のシンガーソングライターのワンマンライブが、なんと、お見本。普通に言えたらですかね。お見本ありましてですね。はい。お見本さんのライブがお見本ありまして。なので、てかそこに僕ね、3回とも、お3日ともね、普通に言えた話ですかね。はい。ゲスト出演するんです。40分ほど歌うので、まあ、がっつりライブハウスのライブですよ。そう、船橋のね、フラッグシップ船橋っていう、昔、ルーツというね、名前だったライブハウスで行います。船橋駅、京成船橋駅からも近いです。そこで12月12日月曜日、12月26日月曜日、そして12月29日木曜日、まあ、共に平日なんですが、まあ、最後のね、木曜日あたりはもう、皆さん、お仕事も収めてるかと思いますので、もしご都合をつけば、ぜひ船橋まで、見にいらしてください。今ね、お見逃しなくて言いかけたんですけど、もうくどいからやめようと思ったんですけど、それちょっと詰まっちゃいましたね。はい、SA 到着お疲れ様でございます。福山 SA でしょうか。はい、ではまあね、2022年もそのようにして最後まで、もう年末まで駆け抜けますけども、これも一人に皆さんがね、ずっと、まあ、オンラインなどを通じて応援してくださった結果だと思います。やっぱ絆です。最後はね、この絆。まあまあ、今年最後のライブじゃないですけど、今日の最後はね、絆で締めくくりたいと思います。日程は言ってなかったですが、美穂さんのライブに出るって言ってましたね。そうなんです。日程をついに今日、ね、発表しました。もっと詳しい、ゲスト他にもいますんで、詳細は後ほど SNS 等にご注目ください。2010年に日本全国全県を回って作詞作曲をした絆、聞いてください。二つの道が重なり合って、人という字が完成する。男と女、男と男、女と女、愛はそれぞれ。政治や宗教、哲学、ロマン、モラルや法律、お金さえも、すべては人が生み出したもの、よかれと思い生み出したもの、誰もが幸せになるため生きてる。他にどんな理由必要なの？勝手に人の勝ち負けを決めんなよ。負けたかどうかなんて自分で決める。こんな時代だからこそ感動を探そう。感動が自由
松尾高文でした。また来週160回目のマイホームラビでお会いしましょう。バイバイ。悲しみに暮れ涙する時を、アンコール僕が空を乾かす、また仲間がいるんだ。はい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 、福山 SA で泊まることは絶対にできないです。行き過ぎです。あ、なるほどなるほど。宮島ですか。宮島そもそもどこに行ってたのかは聞いてないですね。はい、あ、船橋、そうですよ、中原さん船橋ですよね。お膝元ですね。ぜひどれか予定があれば見に来てくださいね。はい、あ、どれかというか全部でも大丈夫ですよ。はい。なんかスタンプカード作りましたか。スタンプカードね。3つ貯まるとなんかもらえるみたいな。はい。僕のワンマンじゃないんですかね。はい。はい。絆とても温かい感じがする歌ですね。ありがとうございます。すごい。これ、
蝶が待ってるんですかこれ、ね、はい、キャノさん、絆大切な曲ですね、ありがとうございます。はい、配信ありがとうございました。あ、お仕事ですね。はい、もう職場にいらっしゃるってことですが、ね、今日も24時まで頑張ってください、はい、明日はワールドカップ、ね、コスタリカ戦ですね、7時から。はい、みんなで応援しましょう。はい、急にサッカーの話をぶち込んできましたが、はい、ふと思い出しました。はい、はい、パチパチ、アンコール、アンコールミコール、パチパチパチ、感動できるって大事なことですね。いや、そうですよ、もう人生感動ですよ。感動のない人生なんてもうね、モノクロの世界ですよ。感動がね、世界に、この世界に色をつけてくれると僕は思います。はい、はい、アンコール、パチパチ、あ、里子松田さん、ありがとうございます。はい、はい、おみこーる、おみこーる、パチパチ、おみこ、おみこ久々ですね、なんだか。Facebook でね、よく拝見しておりますが、最近すごいアイコンになってましてね。はい、りょうさん、ありがとうございます。おみこーる、おみこーるですね。はい、パチ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 、イヤホンをして歩いてったら若者からガン見されました。今時 Bluetooth イヤホンではないのかと思われてるんでしょうか。僕も有線派ですよね。これもちゃんと有線ですからね。しかもこれはイヤモニですけどね、電車の中でもちょっと絡まってるあれをほどきながらつけますよ。で、隣のね、高校生、この前こうやって見てたんですね、動画を。動画見てたんですけど線が出てなかったんで、あ、最近の子たちってもう無音でね、無音でも楽しめるなら動画をと思ったんですよ。で、ふと顔を見たらね、ここにね、Bluetooth のイヤホンついてまして、あ、Bluetooth の時代かと。ね、なんかこの有線の自分がちょっと恥ずかしいみたいになりましたけど、ただ有線便利。で、Bluetooth だとほら、繋がらないこともあるでしょ。で、それが絶対に繋がるんだよね。有線便利。で、しかも僕、車で Bluetooth 繋げるんで、自動的に繋ぐようになってるんで、車、エンジン入れた瞬間に、車と、のけとスマホがね、連動するんですよ。なので、Bluetooth って一箇所しかできないので、できないですよね。はい。なので、ワイヤレス Bluetooth なんか持った日にはもう、手間かかるんでね。やめちゃいました。有線ですよ。はい。時代は有線。はい。はい、アンコールアンコール。はい、最高の、最後の歌いこう。広島市内かなんかです。あ、なるほどなるほど。お疲れ様でございます。はい、あ、紹介してもらさん、パチパチ。ウィンクして。下手くそかもね。はい。絆ゆうとですね。ありがとうございます。あ、紹介してもらさん、いいとこに来てくれました。アンコールはね、石村さんが大好きな歌を用意してますよ。はい。では、最後はこの歌で締めくくりたいと思います。アバンチュー。メルマンも惜しんで探していた小屋の草木をかき分けて、宴会があるのが当たり前で、死ぬまでそれが続くと思っていた。一度立ち止まるといいよ、そういや誰かが言っていた気がする。だけど祭りも現像があるから、せめて夢の中だけでもスリリングな時を僕にください。変わり映えのしない日々ならば、いっそこのまま眠り続けたい。中でしか会えない人、夢の中だけでも会いたい人、あなたの名前を忘れました、肌のぬくもりも忘れました。実際に続きが見られるなら、そのフェーズを明日も引き継げるなら、もはや向こうを現世と呼んでいい。だから夢の中だけでもアバンチュールな時を僕にください。リアルよりも
かにさせて Yeah 夢の中なら何してもいいよ、門が開けるまでだから、夢の中だけでもアバンチュールな時を僕にください。リアルよりも潤いがある気持ちでいれるから、もう起こさないで。だから夢の中だけでもアバンチュールな時を僕にください。リアルよりも潤いがある気持ちでいれるから、もう起こさないで。気持ちよくなれるから、もう起こさないで。松尾高美でした。また来週もお会いしましょう。ねえ、その時の僕はトワイライトの記憶の中にいたよ。ねえ、忘れないよ。はい、どうもありがとうございました。マイホームラブ159回目でございました。はい、その番組中にも話しました、プレミア配信12月18日ね、12月最後の2020年最後のプレミア配信を行います。よろしくお願いします。そして12月4日が千葉県教育会館、12月12日26日29日が船橋フラッグシップでね、今年最後の一般向けライブとなりますので、ぜひお集まりいただければ幸いです。コロナに負けず頑張っていきましょう。では最後のこそこそ話ということでね、コメントの方いただきます。はい、はい、めっちゃ絡んでるイヤホンをほどきながら歩いていました。ほどける間は大音量で歩いてました。なるほどなるほど、アバンチョーアバンチョーですね。素晴らしい、ありがとうございます。ウインクが下手すぎる。パチッパチッ、ウインクね、ウインクってなかなかねやる機会なかったですね。僕もイタリアに生まれてればね、きっとウインクたくさんしてたと思いますよ。ね、喫茶店でね、ウェイトレスのお姉さんとかにパチってイタリアのおじさんはね飛ばすんですよ、ウインクを。まあ、あんなね、おじさんとかおじいちゃんとかやるんですよ。まあ、あんなおじいちゃんになりたいなって僕思います。はい、素敵。イタリア人目指してます。はい、アバンチュール軽快なテンポが素敵。ね、石井雄介アレンジで生まれ変わったアバンチュール、アバンチュール、アバンチュール、俺も好きな歌。何これアバンチョー、ええやん、いつものお見出しからの曲調。そうなんです、あれ初めてですか、アバンチョーね、あの笑い話っていうアルバムにね収録されておりますが、これねちょっと松尾高めに殻破ったなと思って、そもそも曲調もメジャー系じゃなくてマイナー系というね、まあ進行があるわけです。昔の日本の曲って大体マイナー系で使われてるんですけど、そこにちょっとエモさがあったりするわけですね。ラップのパートあります、あります、はい、ラップあります、来るぞラップ。今日はなかったですけど、次回以降ある可能性がありますね。はい、あ、中山さんありがとうございます。今週もありがとうございました。生々トークの、ま、中山まさともでした。ありがとうございます。これここどこだったんだろう。後ほど一人反省会を見ながらコメントがリアルタイムで出てきますんでね、あ、ここかって覚えてます。ここでライムするんです。稲瀬山のステージを思い出しました。ありがとうございます。こちらこそ。アバンチュール、軽快で言えば、ね、今日は割とね、こう、しっとりの曲多かったので、ね、まあ、暁はね、違いますけど、絆や笑い話、君の左手、しっとり感があったので、こういうのもたまにはいいかなと。はい、あ、今井ひろさん、最高。ラップなかった。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。また、会えるのを楽しみ、会える日を楽しみにします。日本酒飲んでください。はい、今日はね、カチコマか花村かどっち開けようかめっちゃ悩んでます。どっちかを開ける。刺身が、ね、あるんですよ、ブリがあるんですよ。花村かな、まだカチコマは開けたくないな。もう一回ぐらい何か来ると思うんですよね、おめでたい日がね、おめでた酒ね、
今日は鼻まで行きましょう。はい、今日さんお疲れ様でした。今日はお腹と腰が痛かったですが、おみたんの歌で歌声話し声で癒されました。ありがとうございます。はい、赤上すがさんお疲れ様でした。はい、中原明子さんありがとうございました。久しぶりに聞けました。年末に向けて忙しくなりますが、ちょこっと立ち止まることも必要ですね。船橋楽しみにしてます。ありがとうございます。情報ね、これから SNS の方にアップしたいと思います。花村すかね、やっぱね。はい、おみかれ様でございました。ちょっとおみがいかれちゃった感じ。じゃあおみが疲れたらおみかれ、あ、いいですね。若干こうカレッジ感もあってね。はい、カチコマ眼帯飲んだらどうでしょうかね。年末年始、今年の最後のお酒、今年の一本、そこまで待ちきれないっしょ。カチコマっすよね。もっと早く飲みたい。早くその日が来ないかな。はい、飲みすぎないように飲みたいと思います。ではでは、ちょうどね、ちょうどじゃないけど19時おみふんを過ぎたとこでお開きしたいと思います。ありがとうございました。永遠に溶けない名だ。おみかれ様様。